お疲れ様ですコボですすの、えー、今日はね、久々にこのトランザムの写真出してきたんですけども、これね、実はね、4月頃に撮った写真なんですよ。えー、4月以来、ほとんどね、これ乗れてなくって、というのが、このトランザム、82年式なんですよね。まあ、ですね今から40年ぐらい前の車になりまして、いわゆる旧車ってやつです。それを部品交換を細かくしながらね、乗ったり、 車検もね、やっぱりすごい費用なんですよね。もちろん保険代も考えられないぐらい高いです。なんか保険代がね、なんかの新車のローンみたいな感じなんですよ。で、それでいて、やっぱり憧れの車だったんで手放したくないなと思うんですけども、夏場はね、ものすごい温度が上がってオーバーヒートすぐするんで、乗れないんですよね。いや、だから本当に昔の、その、アメリカの映画で、 車がオーバーヒートしてね、止まってるみたいなのがあります。昔の映画だったらそういうのあるんですよ、よく。でも、今の車ってオーバーヒートしないですよね。空冷の技術も上がってるし、で、全体的に、えー、テクノロジーもね、上がってますから、まずね、そんなことないと思いますし、まあなんせね、このトランザム、その、あの、キャブレターエンジンなんですよ。電子制御じゃなくって、旧式のエンジン使ってるんですよね。だから、 オーバーヒートしたときはボンネットを開けてエンジンかけたままずっと待ってるみたいなことが運転中にはね、あるんですよね。<laughs> 今でもですよ。ですので、夏場は少なくとも乗られないようにしてます。プラスね、エアコンはほとんど効かないです。えー、ダッシュボードがそのもうお察しの通りね、ナイト2000になってますんで、コンソールがものすごく埋まってるんですよね。もう重量も厚みもあるやつです。 だから、シートを一番後ろに下げていても、ほとんどこう空間がないんですよね。で、ドリンクホルダーすらつけられないような感じです。まあ、だから映画で見てるような、かっこいいもんじゃなくて、結構ね、ひいひい言いながら乗ってるんですけども、でもそれを押してもね、好きなんですよね。で、えー、これ、フルレプリカってやつなんで、結構ね、購入費用も高いです。あの、なんかよくね、金持ちになったらフェラーリって言いますけども、私ね、フェラーリを買えるようになっても、 なななかかか欲しいいとと思えなかったんですよねというのがフェラーリを買うお金がない頃はねフェラーリが欲しいと思ってたんですけども <laughs> 買えるような立場になって気づいたらフェラーリでもベンツでもないなと思ってで頭に浮かんだのがこれだったんですよねで埼玉まであの新幹線で買い付けに行ったんですけどももうその場でね展示してる車をくださいって,言ってお願いして帰ってきた感じですね。 で、納車も埼玉から広島まで送っていただきましたんで、もうその費用もちょっとしたもんなんですよ。で、車検に出すときも、これ、その辺の町工場では車検してくれませんからね。だから購入した埼玉の会社に、陸送で送ってですね、陸送代金も凄まじいんですよね。陸送代金でほとんどの人の車検の2杯分とか3杯分はかかりますね。うん、だから、こういった特別な車なんで、陸送するときの、そのトラックもね、 もう専門のものになってきますんで、よくキャリアカーっって5台とか6台とか積んでる車あるでしょ。あれじゃダメなんですよ。この1台のために1台の箱付きトラックになりますんで、うん、まあそのぐらいになっちゃうんですよね。だからね、買った時もそこそこの金額でしたけども、維持するだけでもすごいなと思いまして、でもそんな、このフルレプリカのナイトライダー仕様のトランザムを保有してる方が日本にね、やっぱり50名ぐらいいるらしいんですよ。 だから各都道府県に1人か、まあ多いところでは2人いるみたいな計算になるよっていうふうに聞きましてね、広島にも何人かいるみたいなんですけども、うん、あの、何人かの方にはね、まあ、車付き合わせてお会いしたことあるんですよ。うん、やっぱり、わ、すごいお金持ちだなーっていうふうに私ね、見えるんですよね。うん、でも、車が好きだから、その他のことは諦めて、これに全振りしてるよっていうふうに言われますね。 まあ私もこの車っていうのは子供が一人いると思ってやってますんで、まあ、あの、そういう気持ちでね、かかる費用も、うん、結構負担ですけども、楽しみにやってます。まあ夏場はね、でも本当乗らないんですけども、洗車してるだけでもなんかワクワクするんですよね。で、うちの子がもうすぐ5歳になるんですけども、この車委託気に入って、まああとね、十数年したらあげれるなと思ってるわけなんですけども、まあでもね、うちの子が免許取るまでに、 車検をあとね、何回たらいいんだって感じですけども、それまでパーツが生き残ってるだろうかとかね、うん、重量税はもっとあの解約されて高くなるんじゃないかなとかね。いや、あの、この車、はっきり言って10年維持してるだけでも、まあ、1000万ぐらいかかるんじゃないですか、維持費が。うん、だから他のオーナーさんも、それなりのことをしてるってことですよねで。そういった意味を込めて、ナイトライダーだけじゃないんですけども、その、旧車を持ってる人ってすごいなと思いますよ。 あの主にアメ車になると思いますけどもアメ車ファンの方でねカマラとかねチャレンジャーとか乗ってらっしゃる方いると思うんですけども、まあ、相当頑張ってやりくりしてるんだろうなと思いますで信頼できるその車屋さんともね付き合ってるんだろうなってとこですよねうんまああのまたね秋になって涼しくなって気軽に乗れるようになったら撮影してお見せしたいと思いますけども今のところは ココツコツと洗車をすするだけでございます、まあ、ちなみに私の知り合いで鹿児島の吉谷さんって方はあの GT-R ねスカイラインのあれの V スペックってやつをずっとね長い間乗っていたんですけどもあの V スペックがその相場がものすごく上がってね買った時は600万だったんだけども販売する時には2000万から5000万の間で交渉が出てきたらしいんですよであと盗難も多いっていうことでねもう毎朝 駐車場に自分の車があるかどうかっていうのを心配になってきてどちらかというとそっちの方でね売却を決めたらしいんですけどもね確かになと思いますよやっぱり車って乗ってどっかに行っちゃうことがそのままできますんでねんだから持てることっていうのは一つの喜びでありますけども同時に不安でもあるんですよねで大体車が持ってかれちゃったら解体されてもうね足がつかない状態になりますんですぐに その日のうちに海外に行っちゃうんで、もうね、泣き寝入りしかないのかなっていうところもありますし。まあ、それこそ、アルファードとかね、えー、それからランドクルーザーなんてのは人気でよく盗まれてるみたいですけども、こういったもう出玉の少ない旧車とかね、映画とかで人気になった、あの、ムービーカーみたいなのも、まあ、盗まれないかどうか心配しないといけないですよね。はい。まあ、そんなとこですか。今回は、その辺にしときましょうか。 ま、あの、車特に好きってわけじゃないんですけども、まあ、ついつい手が出ちゃってね、余計なものをポンポン買ってしまうところがありますんで、また機会がありましたら、あの、セルシオ以外も紹介していこうと思いますけども、まあ、あんまり紹介してもね、うん、多分見てる方は面白くないと思うんで <laughs>、<laughs> まあ、うちに来てください。あの、一緒にドライブでもしましょうということで、今回の動画は終わっていこうと思います。それじゃあ。